次は、3月6日に、日本初コアシスアルバム初心を発売しました。そして、4月5日福岡イムズホールで松下優也さんと一緒にイベントに出ます。そして4月29日、クラウン曲大阪で僕たちのファーストアルバム、初心記念ワンマンライブが行われますので、ぜひ熊本の皆さんも遊びに来てください。